はい、こんばんは、島津です。皆さん本日は新しいホラーゲームで遊んでいきたいと思います。タイトルは、ね、ホラーゲームファンなら誰でも知ってる作品ですかね。サイレン2になります。発売からですね、17年経ってますけど、今でも根強いファンを持ってるね、人気国産ホラーゲームになりますね。自分は一作目の方を動画で2年前にかな。で、去年初めて異界入りしまして、苦戦はしたんですけど、どうにかね、無事にクリアしました。それであれからね、半年以上経つんですけど、今年もね、異界入りしようと考えておりまして、可能ならね。うん。で、やるんだったら続編をやりますよっていう風に確か、その時の、異界入りの時の生放送で話してたんで、ちょっと重い腰をね、上げて、今日からやっていこうかなと、思っております。2に関しては、中学生の頃に、遊んだんですけど、それ以降、全く遊んでないんで、一部のキャラクターは覚えてますけど、ストーリーはね、全部忘れてます。なので、実質初見と言っても過言ではないので、ちょっとスムーズにいかないところとかもあるかもしれないんですけど、よろしくお願いします。そして今作なんですけどね、ありがたいことに難易度設定があります。一作目がね、かなりの高難易度ゲームだったっていうことで、おそらくユーザーの人からね、意見とかが結構来たんでしょうね。かなり一作目に比べたら遊びやすくなってます。え、待って、字幕の設定もありますよ。これはありがたいね。昔のゲームって音声データがまあひとまとめになってるっぽくて、今みたいな感じで個別で音声の音量をね、上げ下げするっていうことができないんですよね。だから場所によってはね、聞き取りづらいところとかあったりするんですけど、それをね、字幕がね、補ってくれるみたいなんで、すごくありがたいです。当時はね、あんまり気にしてませんでしたけど、かなり遊びやすく改善されてるみたいです。はい。それでは、ノーマルで遊んでいきましょう。あのね、お父さんのお仕事は宝探しでしょ、僕も宝探し上手だよ。今日もいっぱい見つけた。そうか。明日はお父さんと一緒に探そうか。うん。お姉ちゃんも一緒にお外で遊べればいいのにね。おやすみ。おやすみなさい。いやー、字幕ね、ありがたいね。よくわかるわ。それで今作の舞台は島なんですよね。前作は羽生田村だったんですけど、そことはまた違うところで、異界入りが、起きてたみたいで、そこが舞台になってます。で、懐中電灯欲しいね。暗いわ。まあおそらくね、みんなの方には、そうだね。明るさ編集してるから見やすいとは思うんだけど、かなり今暗い。どっち行っていいのかがね、よくわかんないですね。お父さん襲われたでしょう。多分。グエーとかなんか聞こえてきたけど。あったあった。開ける。ガチで何も見えない。ガチで何も見えないぞ。
押し入れか、ここは。ちょっと待って、マジでわかんない。うん。あった。なんかあった。写真？枕元に絵本が落ちている。人魚姫の絵本、アーカイブ。今、アーカイブはね、見ることはできませんね。え、どこ行けばいいんだ？窓か。窓を開ける？ちょっと待って。調べるって出ましたけど。ん？いやー、ここじゃないね。チラッとね、外は見えますけど。え、これマジでどこ行けばいいんだ？足元見た方がいいかもね。足元が明るいわ。いや、マジでわからん。これどこだよ。どこ行けばいいんだよ。あ、来た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 。階段だ。階段に来てます、今。うん。下に降りてる。下に降りてます。はい。ああ、死んでる。誰だっけ？あの、主人公、今の。たまたま行き先が一緒だっただけです。そうですか。女ん子だったね。そう、あの人ね、目が見えなくて、だから犬を連れてたんですよね。それじゃあ、AM3 時かな？うん、3時。こちらのシナリオ。同行者と、売り、なんちゃら森方面の道へ到達。同行者いんの？わあ、ありがたいね。ちゃんとこういった感じでチュートリアルもね、しっかりしてるんですよ。ここは、闇島。あ、闇か。そう、ここの、今作の舞台は、闇島ってとこになってます。明るさ調整できますわ、みんな。いやー、マジありがてえ。とりあえず、これでやってみようと思うんで、あまりにも明るかったりしたらね、教えてください。うん。ちょびちょび調整していきます。で、今回の主人公はですね、五木守といったね、主人公になってて、雑誌編集者なんですけど、アトランティスっていう雑誌ありましたよね、一作目。
あの雑誌の編集者になります。今回ある情報を聞きつけてこの闇島に来たんですけど、まあそうだね、異界入りに巻き込まれてしまうっていう形になってます。そしてこの、守くんなんですけど、写真見てもらうとね、わかる人もいると思うんですけど、斉藤匠さんです、演じてるのは。びっくりだよねまさかの斉藤匠がってね。今ではね、もういろんなね、ドラマとか映画とかに出てますけど、まさかゲームで拝めるなんてね、思いもしませんでしたよ。確かにさっきよりかは見やすくなった。まあ、とりあえずこれで、はい、やります。橋の近くに立っている街灯を見上げてください。どこだ？街灯。ん？あ、これ、はい。これ、でも街灯か、これ。視点を切り替え、遠くを見ることもできます。R2。うん。橋を渡り、島へ向かって進んでください。こっちか。で、まあ、遠くを見るときはこんな感じなんですけど、ズームの仕方がむずい。コンコルノって PS3 みたいな感じで、徐々にこう押し込んでいくタイプじゃないから、すごく難しい、強弱。じゃあ、行こう。はい。ジャンプ。はい。島の奥に進んでください。あとね、ダッシュもちょっと難しいわ。うん。もうね、スティックをね、倒しきるとね、ダッシュを始めちゃうから、ちょっとこの加減がね、難しい。うん、難しい感じがする。マップを確認し、近くにある階段を登ってください。マップ。どっちに行けばいいんだ、これ。階段か、階段登れって言ってましたよね。だから、こっちだと思うんですけど。進行方向が間違っています。階段を登ってください。ここまで教えるんだ。すげえ。まあ、こっちね。嘘。もし人出てきたけど。やばい、登ってくる。敵の警戒エリアに入るとアラートシステムが働き、警告音とともに、コントローラーが振動します。振動している。アラート時の基本はまずライトを消すことです。ライトオフ。消したよ。しゃがんで移動すると敵に見つかりにくくなります。バツでしゃがむ。しゃがみ移動で奥に進んでください。横いるよね、大丈夫？横にいるよね、大丈夫か、これいける？アラートの警告音と振動が止まったらライトをつけても大丈夫です。奥へ進んでください。はい、そういうことか。そこから見え、うん、そうだね、そこにいたんだ、死人。 OKOKOK。 じゃあまあ普通に立っていいのかね。どっちだ？こっちか。鍵がかかってる。こっちはいけない。ん？ああ、登る場所あった。はしごを登ってください。はい。はしごの右脇に移動し、後ろの建物の方を向いてください。どういうこと？バックターンできる？バックターンはできないか。あ、バックターンできた。あ、そっちに飛べってことか。待って、バックターンの練習しとこう。はい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 。オッケー、わかった。了解。ここは？入れない？入れないのか。飛べってことか。アクションボタンで、ポイントがあります。ここではジャンプを選択してください。
左スティックを前に入れながら丸ボタンを押す。 OK。 ジャンプ、左を向き建物から飛び降りてください。はい、左、はい、周囲を探索して武器になるものを探してください。拾える武器やアイテムは少し明るく表示されます。使えるやつあるか、ちょっと待って、これは、ちょっと全体的に明るくしてるからね、わかりづらいよね。あったあった、とりあえずこれ武器、角材、資材倉庫のドアの前へ移動してください。待ってね、とりあえずこんな感じね。ここ、武器を持っていると窓を割ることができます。おお、そうなんだ、これで鍵を開けることができるんだ。おお、これ来るよね、敵絶対開ける、はい、大丈夫か？ここ。怪我は？助けて。様子を見てくれ。ここに隠れてた。同行者には指示を出すことができます。同行者を安全な場所に待機させて一人で行動したり、逃げろ隠れろ等の指示を出すことができます。三角ボタンのリストメニューを開き、はい、ここでは待てで同行者を待機させましょう。私を探してる、お願い助けて。ここの島民みたいですね、この子。武器の切り替えってある？え、複数持てんの武器、今作。マジか。とりあえず待て。周囲を探索して、このエリアからの脱出口を探してください。死人と戦えってことですよね。おいや、ボッコボコにしてやるよ。おお、大声を出して同行者を襲っている敵の注意を自分に向かせることができます。はい、待て待て、叫べ、こっちだこっちだ。敵に噛みつかれた時は左スティックを素早く動かすことで振りほどくことが可能です。敵に噛みつかれたら素早く振りほどいてください。そこもやんのか、やめろ。あれ、振りほどけた。これ攻撃は先ほどの窓の破壊と同じ操作です。丸ボタンを素早く連打すると連続攻撃をすることができます。え、そんな感じだったっけ。敵を倒してください。 R1 ボタンを押しながら丸で攻撃、テイテイウィー、連続攻撃できる。マジか。今の音はね、ちょっと死人を叩いてる、調教してる音です。同行者を呼び、この場所から脱出しましょう。リストメニューから恋を選択してください。はい、ゴール1を目指す。ありがとう。マップを確認しゴール1を目指してください。あの矢印ですよね、あれがゴールだよね。ゴール1も分かるようになってんだ、すごっ。めっちゃめっちゃ親切。もう親切って言葉がすごい出てくんね。どれだけ前作が理不尽だったかっていうことがね、こうよくわかりますね。こっち行けない、こっち行けないか。え、どこだ、ちょっと早くせんとそいつ復活するんだよね。あ、復活しないかも、チュートリアルだから。こっちか。で、これで
うん、なるほど、なるほど。来てる？右を向いてください。はい。段差を登ってください。はい。まっすぐ進み、先ほどと同じように高い壁を登ってください。OK。こっちは？いけない？あ、無理。うん。ここ。こっちだ。左スティックを下に弾くように倒すと素早く振り向く、うん、振り返ることができます。クイックターン。はい。さっきね、学びました。高い段差を登れない同行者には手助けが必要です。段差の、縁に行き、同行者を引き上げてください。お願い、手を貸して。OK。これか。港から脱出してください。出ましょう、出ましょう。こっちだよね。ちょっと、早く。ちょっと、どいて、どいて、どいて。そうか。ちょっと、引っかかってる。長いに行った。2-1-3-6、非常事態発生。今から私が緊急避難の指揮を取る。直ちに撤収。よっ！本作はですね、自衛隊が出てくるんですよ。主人公として。またね、その自衛隊が頼もしいのよね。それじゃあ、ね、今日はここで終わりにしようと思いますけど、アーカイブ見て、うん、締めましょうか。五木守のボイスレコーダー。あ、聞けるっぽいね。現在15時17分。今から闇島渡航手段を調査。どうしてもダメですか？ああ、まだいるのかお前、このバカモンが。お願いします。こんくらいの札束見せられりゃ考えてもいいけどよ。早くどっか行け、邪魔だ邪魔だ。うわ大丈夫ですか？ああ、すいません。闇島、行く船。はい。でも無理っぽいです。なんとかなるなんて甘かったみたいで。え？っていうか、あれ、三上柊。現在16時2分。小生丸選出。待って！ん？おい、なんだおめえら。おい、来るね。あいつら止めろ。ねえ、この船、闇島行くんでしょ？お願いします。お願いします。頼むよ、おっさん。出てけてめえら。警察ってことは？何だってね。押せろよ！頼むって。早くしてくれよ。おい、いいんじゃないですか。私急いでるんだ。はいはいはい。おい、急ね。で、出すぞ。おい。あ、イエーイ。木船っていうのが、ロープに捕まってたあの女の子ですね。こういった経緯で、守たちは船に乗ってたみたいですね。で、レコーダーの中にヘリがね、通る音が聞こえましたよね。あれが、長井たちが乗ってたヘリ。演習中だったかね、演習中か何かで、闇島付近を飛んでたら、
ヘリにトラブルが起きてそのまま墜落するんですよ。その現場がさっき映ったとこですね。ちなみに長井と一緒に怪我をせずね生存していた三沢さんだったかね、確か現場指揮を取り始めた人なんだけど、あの人ピエール滝さんです。今後ねいい味を出してくるんでね、うん、ぜひとも期待しておいてください。で話を戻すと、まあ三上さんが依頼して船を出したみたいね。つまり冒頭で操作していたのも三上さんだったから、三上さんは幼少期の自分と会ったところだったみたいね、あのシーンは。はい、まあそういったねことがね、このボイスレコーダーで分かったんですけど、後の二人については現時点ではよく分かってないと。ただね、主要キャラクターではあります、確か。五木守の社員証。さらに詳しく。現実と非現実の境を飛び越える。謎解明マガジン、アトランティス増刊号。2005年8月号。総力特集。分裂、増殖する、無限個の宇宙、脅威の多世界解釈。この取材のために、闇島に来たって感じかな。あ、見れましたね。株式会社、超科学研究社。社員ナンバー1044。五木守。所属、超科研アトランティス編集部。上記のものは当社の社員であることを証明する。清田明子のペンデュラムと日本地図。ダウジングに使用するペンデュラムと日本地図。日本地図には赤文字でバツ印が書かれている。ダウジングとは L 字型の金属棒や振り子などを用意、目的のものを探す行為のことである。清田さんっていうのが船に乗ってた女性っぽいね。どうやらダウジングを、うん、して、この闇島に来たっぽいね。人魚姫の絵本、三上俊。人魚姫の慈悲を書いた世界的な名作童話。人間の王子に恋をした人魚姫は海の魔女との取引で素晴らしい恋と引き換えに人間の姿を手に入れる。しかし声を失ったことにより愛を伝えることができず苦しむ人魚姫。さらに人魚姫には王子の愛を得られなければ死ぬという呪いがかけられていた。王子と隣国王女との結婚式前夜、王子を殺せば呪いは解け、人魚に戻れると悩み苦しむ人魚姫。翌朝、王子への愛を選んだ人魚姫は、光り輝く美しい海の泡となって消えてしまったのだった。あれ、こんな悲しいお話でしたっけ？人魚姫って。人魚姫が目覚めると、魚の尻尾は消え、白い足が生えていました。人魚姫が目覚めると、魚の尻尾は消え、白い足が生えていました。人魚姫の愛らしい顔を見つめながら、王子はこうつぶやきました。なんて美しい娘だ。王子は一目で人魚姫を好きになりました。お姉ちゃんって書いてない。確かさ、寝る前にお姉ちゃんも一緒に行けたらいいよね、的なことをね、お父さんに言ってましたよね。そのお姉ちゃんのことを書いてるんだと思います。まあ次回わかると、次回っつうか今後ね分かってくると思います。自衛隊ヘリコプターの機上無線機。輸送隊だったみたいね。うん。陸上自衛隊の航空機に搭載されている無線機。航空管制用及び空中指揮用として航空機と地上艦、または航空機、相互間の通信に使用する。
さっきも話しましたけど、まあ、こういった形で、闇島に不時着したみたい。はい、ということで本日はね、ここまでにしておきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。動画中でもね、かなり言ってましたけど、すーごく遊びやすくなってる。いや、どれだけ一作目がね、鬼畜だったかっていうことがね、よくわかりますね。まあ、あれはあれで、クリアした時の達成感がすごいから、まあ、ある意味いいことはいいんですけどね。ただ難しかった。次回はね、この続きからやっていきたいと思うんで、ね、よろしかったらね、また見てやってください。それでは、島津のサイレン2になりました。これにて失礼させていただきます。バイバイ。チャンネル登録、コメント、高評価していただけると励みになります。ご視聴ありがとうございました。